もうこれ運命だね。はあ、やっぱ来てたんだ。思い出の場所だもんね、特捜本部。先輩、やっぱいたっすね。ここに来ればみんなもいる気がして。明日駅に見送りに行くってことにはなってましたけど、なんか落ち着かなくてここに来ちゃいました。なんか結局揃っちまったし、なんか食うか。おお、肉食べようか。肉、花村のおごりで。肉肉、ほんとうるせえな。クマ、こっちの世界に来て本当に楽しかった。クマ、お前の場合存在自体が楽しげだよね。実際はまあ楽しいばっかじゃなかったけど、でもこんな充実してたこと今までなかった。長かったのか、それとも短かったのかな。もうこんな風に集まってうんうんうなって推理したりすることもないんだね。思い出、誰かに話したいって思ってもありえないことだらけで誰も信じないよね。思えばそういうことの一番最初は知恵が真夜中テレビを教えてくれた時かも。俺も里中から聞いた気がすんな。里中は噂どこで知ったんだ。誰っていうか風の噂、女子は結構試してる子いたし。なら一等最初に言い出したのって誰なんすかね。さあ、偶然体験しちゃった誰かとか。真夜中テレビな。考えてみればあれが全部の始まりだよな。っていうか犯人捕まって霧は晴れたけど、気になること何気にいろいろ消えてないよな。向こう側も未だに霧まみれだしさ。ほんむむ、また誰かわけのわからんやつが悪用するかもしれん。クマ、確かあの雨のなんとかって怪物言ってたよね、自分が力を授けたって。うつろの森を渡る力を得得せし者に私はそれを授けた。要するにペルソナ能力に目覚めた者にテレビに入る力を与えたということでしょう、役者とするために。あれ、そういや君、何にもないうちからもういきなりテレビに手潜ったんだよね。ってことは微妙に例外。てかそうだ、足立と生ためは、あの二人もペルソナ云々よりテレビに入る力の方が先だよね。え、じゃあ先輩やあの二人は何か別のきっかけってこと。なら先輩、絶対なんか思い当たることあるはずっしょ。なんかねんすか。手紙？おいおい、また脅迫状とかじゃねえだろうな。ってこれ、拘置所から、足立からか。突然の手紙に驚いてると思う。伝えておきたいことがあってこれを書いています。こうして生き延びたことで分かったこともあるので、僕のゲームは確かに終わった。あの時君たちに言われた通り、この世界のルールに従おうと思ってる。ただ僕は交流の身で、自分じゃ何も後始末ができない。だからせめて君たちが事件について考える助けになれればと思う。実は一つ気になってることがある。そもそものことの発端、真夜中テレビについてだ。よく考えたら僕は、警察で噂に触れる前、町へ来てすぐに誰かから教わった気がする。生ための長所の隅にも似たようなことが書かれてて気になったのを覚えてる。でもそれが誰だったか思い出せないんだ。僕と生ためはどっちも力を得た人間だから何かあるのかもって、ただなんとなく思った。たったこれだけのこと、
役に立つかどうかわからないけど、助けになれば嬉しい。ここにいると堂島さんや七子ちゃん、そして君のことをよく思い出す。あの頃はそれが楽しいことだとは思ってなかったはずなのにな。不思議だよ。いろいろあったけど君には感謝してる。ありがとう。でもこれだけは言っておく。バーカ。君は君の信じる道を進め、僕も僕なりに考えていくつもりだ。もう二度と会うことはないだろうが、元気で。さよなら。思い出せないとかただ言われてもな。けどなんていうか、気分は俺はわかるな。なんとなく、なんかこううまく言えないんだけどさ、間をつないでるものっていうか、なんかあと一歩見えてないような気がすんだ。あの世界、真夜中テレビに入る力、どうも全部が別々って感じるんだよ。だってそうだろ、噂が広まって連続殺人が起きて追いかける俺らが現れてとかさ、一つ一つがただあるってだけじゃ普通そんなうまく組み合わさらないだろう。指揮者みたいのがいないとさ。じゃあ足立の書いてた教えてくれた人ってのがその指揮者って流れ？あ、いや、またピンゴスか。あ、私のは本当思いつきだから。先輩は何か思い当たることはありませんか？僕たちはこれまで殺人事件を追っていて、それは無事に解決しました。でも最後に戦ったあの怪物は僕らを役者だと言った。なら僕らと同じく足立や生ためも役者だったのかもしれません。もしかすると連続殺人事件は初めからさらに大きな企みの一部分だったのかも。当事者が誰もそうだと知らなかっただけで。まさかその企みって両方の世界を霧で満たして人間を全部シャドウにするとかってあれか？俺らと犯人たちと、もしかしたらあの怪物も全部含みで見てるやつがいて、そいつが全部がうまく噛み合うように最初にそそのかしたってことか？街に出てみましょう。何か見つかるかもしれません。もっともそれはあなたにしかわからないものかもしれませんが、何か分かったら連絡を。こんな気分のまま終われねっての。確かめに行こうぜ。
おう、とも…ん？なんだ、急に改まって。どうした？お前が初めて来た日のこと？そうだな、最初に会った町の人間は俺たちだろうな。立ち寄った場所？あの日は確か夕方うちを出てお前を乗っけてそのままうちに戻っただけだったと思うがな。そういやあの晩は帰るなり仕事場にとんぼ返りでろくに話もできなかったんだよな。でそのまま次の日に例の連続殺人の最初の仏が上がって、まったく本当にいろんなことが目白押しの一年だったな。ねえお兄ちゃん、初めての日あそこ寄ったよ。ガソリンスタンド。ナナコ、おトイレ借りた。戻ってきたらお兄ちゃん変な店員さんとお話ししてた。お兄ちゃんと初めて会った日だし、店員さん変だったから覚えてる。うん、そういやそうだったか。ガソリン満タンにして帰ったっけな。ああ、思い出したぞ。お前確かに店員に話しかけられてたな。普段見ない顔の店員だったから記憶に残ってる。つっても別に変なってほどおかしな格好をしてたわけじゃないけどな。そういやあの店員、あれから見かけないな。店員さんね、格好が変っていうことじゃなくて、あの店員さんと話した後お兄ちゃん具合悪くなった。あのね、その時車酔いってお兄ちゃんに聞いた。お兄ちゃん平気って言ってたけど、でもあの店員さんなんだかちょっとだけ怖かった。うん、そんなことがあったのか。けどお前、思い出話かと思ったらえらく込み入ったことを聞くな。最初に会ったやつを探してるってどういう意味なんだ？その店員がどうかしたのか？知り合いかなんかか？そうか。とにかく明日は帰る日なんだ。何をやり残したかは知らんが、早めに帰ってこいよ。そろそろ一雨来そうな雲行きだしな。ベルベットルームへ。いかがされましたかな。あなたはもはや謎を解き明かし、降りかからんとしていた災難を跳ねのけられた。この上私どもに何用でございましょう。おお、まだ何か釈然とされないことが終わりと。はて何でございましょうな。どれ、では一つあなたの感じておられるものが何か見てみるといたしましょうか。これはすごい、こんなにたくさん。ほう、驚きましたな。
これらはうつろな噂に惑わされず物事の本質を見抜く力の断片でございます。なるほど、やはりあなたが言い出したことには意味があったようですな。では私も役割を果たすといたしましょう。それは旅路の中であなたが育んだ力の結晶。あらゆる虚飾を払い、嘘を打ち消し、真実を照らし出す宝珠でございます。あのね、私も少しだけ分かったことがあるの。私が生まれたのはずっと昔。私は人の心が共有する無意識の願いだった。人の世を守り、人と共に歩んで、人世の望みを叶えることが私の役目。でも人は変わっていった。人は真実や生を願わなくなって、ううん、見なくなっていっただけかもしれない。やがて人を守りたい私と人の願いを叶えたい私は一つでいられなくなったの。人の願いはとどまるところを知らず、いつしか私の半身は私よりもはるかに大きな存在になっていった。残された私は半身と一緒に力も記憶も失って、自分の命と引き換えなきゃ霧さえ晴らせない小さなかけら、くすみの狼になった。あとは君も知ってる通り、力を失った私はもう一人の私に利用されて彼女の道具になり果てた。君はもう気づいてるよね。真夜中テレビを作り出し、君にテレビに入る力を与えた全ての事件の元凶、私やサギリたちを使って両方の世界を霧で満たそうとしていた本当の黒幕。彼女を倒さなきゃ本当の意味で世界の霧は晴らせない。言って、君の信じるままに。真実はもう目の前だから。真実とは、自分が直に見て考えて自ら選んだところにだけ現れるもの。あなたの行く先に真実につながる道があると信じることです。素晴らしい。どうやらあなたは私どもの予測を超えた旅路の真の終点を見せてくださるようだ。お行きなさい、すべての始まりのきっかけの場所へ。
まったく、君は厄介ですね、アダッチ。生ために潜ませた二つのサギリを倒し、挙句あの矮小な者の命まで救ってしまったのですから。まったくバカバカしいことです。あんなものを救って何になるというのですか。あれは無用の霧を始末するにしか使えないチリアクタのごとき存在なのですから。おや？まさかあれはまだそんなものを持っていたというのですか。失礼。君の持っているその古びた竹串の話ですよ。失礼。あまりに愉快だったものですから、その串はね、私が彼女への手向けに渡した別れの串なのですよ。愚かなものです。私が呪いの言葉を込めた串を御所を大事に持ち歩いているとはね。よほど何かにすがりたかったのでしょうが。未練がましいにも程がある。おや、ではどうするというのです。この間の戦いでは物足りなかったということですか。さすがは私の見込んだ力の持ち主だ。君はもう知っているはずだ。だからここへ来たんでしょ。君の仲間たちは私が君に与えたきっかけに導かれて力に目覚め、今ここにいるのです。とはいえ、まさかこの私の元にまでやってくるとは。いやはや全く予想していませんでした。君は実に面白い。きっかけのことを覚えていませんか。君が初めてここへ来た日、私が君の力をほんの少し後押ししたこと。こうやってね。君、高校生？都会から来ると何もなくてびっくりっしょ。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。私が歓迎の握手でこの町に迎えたのは君だけじゃない。君と同じく外から来た者に与えたんだ。外から来るということはそれだけでこの小さな世界を刺激しますからね。でも思ったより刺激は大きかったようだ。ここを霧に包み、そして晴らした。中でも君はその役割に飽き足らずこうしてやってきた。一体何のためですか。真実にたどり着いてそれが何になります。愚かな者ゆえの欲深き定めですかね。私はイザナミ。霧をすべたる雨のさぎりは私が産み落とせし仮の姿の一つ。君は私も想像しなかった特別な力に目覚めて、この私から別れ入れた二つのさぎりと一つのかけら、それらすべてを打ち倒した。さらには今こうしてこの私と対峙している。もはや愚かというだけでは済まぬ事態。これも世界の定めた運命でしょうか。いいですよ、今度は本気で試してやりましょう。ただその代わり、この愚かな手向かいにふさわしいだけの覚悟を携えてきてください。あの場所で待っていますよ。
夫？今話してたの誰？なんか急に消えた。もしかして。やっぱりあれで終わりじゃなかったんだ。ともかくそいつが元凶なわけで、今あっちの世界にいるわけだ。倒さないときっとまた同じことが起きる。うん、他のみんなも近くにいるからすぐ連絡するね。なあ、頼むぜ。これが本当の最後だってな。うん、今度こそ完全にやっつける。じゃあ各自準備できたらジュネスに集合で。よし、気合い入れてくぞ。今までとは違う、何か大きなものの存在を感じる新しい場所ができてるみたい。そこにいるんだな、すべての元凶のやつが。そういや、この前倒した雨のなんとかってやつ、また王的なこと抜かしてたからな。まだやろうってんだら、今度こそ後腐れないようにしてやるぜ。当然す、軽くひねりに行きましょうよ。明日の先輩の電車には間に合うっしょ。いつも通りに頑張ろ、リーダー。こういうのも本当に最後と思うとちょっと寂しかったりして。やっぱさ、ほら、言い方変かもしれないけど楽しかった。それは僕らがみんな必死だったからです。僕たち本当にいろんなことを鵜呑みにしてきましたよね。犯人や動機、何度も途中で立ち止まりそうになった。目をつぶってれば楽だったかもしれないけど、あがいてでも大変でもさ、自分で感じて見て触れて考えて、そうやって生きていきたいよな。うん、でも一人で掴めることってきっとすごく少ない。だからみんながいるんだよね。おうよ、みんないるぜ。ダチがいりゃわかんだ。どんなしんどくてもこういうふざけたやつはぶっ倒すべきってな。私たちの
未来のために、明日気持ちよく送ってやるために。かゆう。凌介は最後までかこまんだクマね。あまりの身の程知らずにクマかゆかゆです。飲みたかってんだよ。さっきお前にジュースこぼしたから。オレンジのフレッシュな香りがすると思ったら。さて、それじゃ行きますか。敵シャドウですね。出方を伺いますか。光属性が効かないやつなのよ。注意して。クマ、防御力が下がってるよ。頼む。敵3体撃破。ナーフ君やるじゃん。誰かこいつをお願い。先輩、攻撃力が低下してるよ。ほかくまーす。知恵先輩、防御力が下がってるよ。なかなかしぶとい。はい。
シャドウがいるクマ、やっつけるクマ。物理が効かないやつもいるから注意して。敵3体撃破、先輩かっこいい。はい、敵は1体だよ。イエス、カノイボシリ。敵ダウン。おいしい、ボコボコにしちゃうクマ。行くよ。僕を侮った報いで。階段がありました。
闇属性に効かない奴もいるよ。ちょ、注意して。ナオト君が怯えてる。しっかりしろ。敵3体、頑張って敵を撃破して。先輩、その調子。怯えてる。しっかりしろ。行くよ。効かない奴もいるよ。注意して。敵シャドウ発見。注意して。
性が効かない奴がいるよ。注意して。まずは。行くよ。敵3体撃破。ナオト君やるじゃん。やだしぶとい。ヘッドラ。ラスト1体いけ。メルクマおや次は仕留めるクマ。こいつ何、敵が増えたよ。ペルソナ。倒せないと。やだしぶとい。敵残り2体、油断しないで。ヘルソナ。イエーイ、先輩乗ってるね。さばくな。サイヤ。こいつ何、敵が増えたよ。ヘルソナ。こいつをお願い。ラスト1体いけ。お疲れ。クマ、大人の階段登った。闇属性が効かない奴がいるよ。注意して。ダメ、怯えないで。起きてください。私がついてるって。行くよ。知恵先輩がやられた。しっかりして。目を覚ましてよ、知恵先輩ったら。一回行け。大丈夫ですか。やるな、クマ。いいぞ。知恵先輩の体力が。誰か回復を。ラスト1体いけ。Thank you.
階段ですね。階段ですね。